海辺の映画館、キネマの玉出箱は、2020年7月31日公開の日本映画、大林信彦監督作品。尾道の映画館で、日本の戦争映画特集を見ていた戦争を知らない、若者3人が、スクリーンの世界へとタイムスリップし、明治維新から第二次世界大戦までの戦争を、体験し映画のヒロインたちがその犠牲となる姿を、目撃して、 原爆投下前夜の広島で出会った原爆の犠牲となる定めの移動劇団、桜隊の運命を変えるべく尽力する姿を、モノクロ、サイレント、ミュージカル、時代劇、アクションなど様々な映画の表現や様式を総動員して描く。イリンク文は PG-12。2020年4月10日に肺がんのため請求した大林信彦監督の遺作となった。 三ヶ月の余命宣告を受けて集大成となる前作、花形見、花形見を完成させた大林は休暇を兼ねて、故郷の広島、小道で兼ねて気軽にエンターテインメント作品を撮ってみて、鳩の誘いを受けて、直後より広島での巡演中に被爆し全滅した移動劇団、桜隊を題材として本作の企画に着手した。 7歳で終戦を迎え自身を敗戦少年、平和孤児と表現する大林は、クランクインに先立って、広島の原爆を描くことを使命と考えてきたと語り、平和のために役立つことを芸術で表現したい、そのために活かされていると語っている。撮影は闘病と、並行して2018年7月2日にクランクインし、翌8月中旬にかけて、 尾道市を中心に隣接する福山市で行われ、9月にクランクアップした。大林信彦監督が、尾道で撮影するのは、転校生さよならあなた以来、12年ぶり。尾道がメインのロケ地になるのは、同志の市勢志向100周年記念作品として、制作された、あの、夏の日飛んでるじいちゃん以来、20年ぶりになった。尾道市などがあまりに、 観光を全面に打ち出すことで長く遠ざかり、本作についても、当初大林の妻で、プロデューサーの大林京子は前作、花形見、花形見以降大林の体力低下が見られたことから、自宅から近い東方スタジオで撮影し実験は、若い演出部員へ撮影を依頼することを考えていたが、大林の病状が次第に進行し、もう宇の道に行けなくなるんじゃないだろうかとの懸念が、 浮かんだことで、尾道での撮影を決断したという。キャストには、主演の若手俳優3人と大林が見染めた、本作が映画デビューとなる新人の吉田玲に加え、時は高子ら近年の大林作品の常連から、おみとしのりら往年の大林作品ゆかりの俳優、本作で俳優引退となる大ベテランの犬塚博史、ミュージシャンの高橋幸宏、 映画監督の手塚信羅のバラエティ豊かな顔ぶれがなお、連ねた。スクリーンの世界へ、タイムスリップする3人には、ババカサ男、鳥尾取助、ダン・シュゲルとそれぞれ映画監督のマリオ・バーバ、フランソワ・トリュフォー、ドン・シーゲルにかけた役名が、ヒロインのうち3人には、転校生の斉藤・和美時をかける少女の吉山和子。 寂しん坊の立花の由り子と、小道三部作のヒロインの役名が付けられた。作品名の海辺の映画館は、大林の妻で、プロデューサーの京子が、副題のキネマの玉出箱は、その誕生以来、世界中の人々を共嘆させ、感動の嵐に巻き込んだ、キネマイコール映画なる人類の玉出箱に敬意を捧げ、として大林が名付け、 気軽にエンターテインメントをのつもりで着手した作品がやり始めたら本気になってキャスト、スタッフ総勢300人が関わり上映時間が3時間に及ぶ大林の抱く反戦、沿線の思いが前編に貫かれた前作を上回る大作として完成した。出資側との制作契約上では2時間以内の差しが絶対条件だったというが エグゼクティブプロデューサーを務めた奥山和義は初号詩者を見てどこもカットできるところがないとプロデュース歴発の契約違反を覚悟し深作金次監督の仁義の墓場のように好き放題にやるというエネルギーだけで生まれる映画もあるとして異例の長尺作品として完成させた三歳で活動写真機を手にして幼少から映画制作を始めた大林の記憶 体験、思いがぎっしりと詰め込まれた玉手箱であり、時は高子はサービス精神旺盛で周辺のネタをすべて映画にしてしまう大林が本来死に際に当人しか見ることのできないはずの相馬灯を映像化したと語っている。作中では中原中也の死が随所に挿入されている。劇場公開に先立ち、2019年11月1日、 第32回東京国際映画祭のジャパンナウ部門に出品され、ワールドプレミア上映された。上映後、舞台挨拶及び第32回東京国際映画祭、特別功労賞の贈呈式が行われた。続いて、同年11月24日、広島国際映画祭2019の広島愛部門に出品され、クロージング上映として上映。上映後、 大林監督トーク賞及び広島国際映画祭2019広島平和映画賞の受賞式が行われた。2020年4月10日の劇場公開を予定していたが新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて公開目前の3月31日付で公開延期が発表され7月31日に全国17館で公開。8月2日までの3日間で 動員数4012人、興行収入513万1320円を記録し東京の2巻で満席会が出るなど、全国69巻への拡大が決定した。今夜限りで閉館する、尾道で唯一残る、映画館、瀬戸内キネマを訪れた青年3人が、日本の戦争映画大特集の最終オールナイト上映で映画の世界にタイムスリップ、するファンタジー。 登場人物の中には、大林信彦監督の過去作品の登場人物と、同性同名の人物が、幾人か含まれている。中でも、大林作品の中で、尾道三部作と、通称される、天校生、時をかける少女、寂しん坊からは、三作すべてから、同性同名の登場人物が採用されている。また、 主人公の名前は、大林が劇場映画デビュー時に編名として用意しながら結局、使わなかったイタリアの名監督、マリオバーバにちなむものである。ありがとうございます。